全然違うもんな。お、二人ほどちょっとあれやな、満足いってないやつがいるな。小野寺、来年も頑張らないといけませんね。2勝 6.50。 なんでお前不満げやねん。菅1勝3敗 8.86。 自分としては充実した1年でした。ぶち殺すぞ。よくそんなセリフが吐けたな、お前は。なんだこいつは。吐けー。辛めにすれば年俸は安く済みますが、選手たちはやる気をなくしそうです。いや、もう普通にするわ。別にこれ今払うわけじゃないからな。いやー、ベバリンがめちゃくちゃ高なった。ただベバリンはあかん。あのベバリンのやる気なくしたらあかん。うちのチームで10勝できるってやばいから。サイヤングレベルやから、ほんまにな。問題はな、このわけわからん防御率10点台のアホどもが、なんでこんなに年俸ふっかけてくるんかっていう。うんこたれ軍団。これうんこたれ軍団です。こいつらは。9.10 で2400万なんてね、要求してくるな。何を考えているんだい。高い。やたろう。赤堀。赤堀1勝16敗。終わってる。なんでそれで年俸上げてくださいって言えんの。とりあえずこれでいいか。不満者一人。は？誰や？菅！もうええわ、お前。もうやめてええて。もうお前やめてくれ。もういいもん。交渉失敗です。もういいよ。話す気もなくなります。いいです。荷物まとめて帰ってください。650万円、貴様は。自由契約、こんな球団でしたっけ？おい、どうしよう、こいつ。ほんまに。奈良の山に埋めよう。マジで。